はいどうもこんにちは、ピアスの伊藤トンです。今回ブーストコラボ第2弾の中原中也と樋口一を使って遊んでいこうと思います。やっていきましょう。さあついに来た、めちゃくちゃかっこいい強行打ちは、ガチャの後3連回して、なんかついてる、ゲットしました。あ、ゲットした、よかった。ってかなんかこれさ、足跡めっちゃついてるんだけど、何これ。これなんかね、足跡がね、ずっと赤いのがね、出てるんだよね。いいやん、これめっちゃかっこいいし、あれね、やってて待機画面で思ったんだけど、これね、全キャラ中多分ナンバーワンぐらいでね、スタイルいい。めちゃくちゃなんかね、足が長く見えるし。うちも思ったそれだよね。ひぐさんめっちゃスタイルいいよ。いいよね。ていうぐらいなんかすごい今回細身なのかわかんないけど、すごいね、背が高く見える。変わんないんだけどね。今回のキャラクターみんな揃った時にめちゃくちゃかっこいいってなると思う。確かにね。いや4人で行きたいね、ポートフィア、ね、OK、グレイスター、こっちがまだ大丈夫そう。チェイス、あーでも地下がある、地下から避けたいな。だって SSR は、まあ嬉しいけど、まあ、UR に劣っちゃうよねって感じだと思うけど、全員が揃った時にかっこいいっていうのは嬉しいよね。まあ、確かに、まあ、前回もそうだったけどね、嬉しかったよね。キャラクターが好きだ嬉しいと思うし、あー今ね、海岸でチェイスします。てかさ、死ぬ多分関係ないと思うんだけど、okay、 あのブーストのアニメ見てるじゃん。見てる見てる。そのアニメの中で、アイデンティティ5の V っていうね、5が出てくるんですよ。まあ出てきますね。あぶね。なんで5なのかなって思ってて、関係あるんかなあれ。いや、もともとそういう設定です。あの原作はもっと前からあるから。そうってこと？普通に。いや、まあそういうキャラクターってことよ。でもそういうのが出てくるよ、ちょうどね。あ、そうなん。うん、あ、じゃいろいろあるんやね。うちは知らないんで、原作を。うん、これ第五人格のアニメからじゃないからね。コラボとっていうね。ない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 。ちょっと関係あるんじゃないの？ないないない。でもタイミングいいよね、ちょうどね。そうなんや、タイミングよくて。そう、予告状みたいなのもいいね。見合わせたなみたいな、勝手に思ってました。うちアニメ見ても、ね、あの、漫画とかは全然見ない派で、それこそハンターハンターの漫画とワンピースの漫画ぐらいしか。見ないかな、その、アニメで見るものは、つまんなくないと思っちゃう。内容知ってて、アニメ見るのも、好きな人は好きだと思うけど、うち内容知っちゃってなら、あ、楽しめなくなっちゃう。楽しめなくなっちゃう。まあ確かに。まあでも、早いからいいよね、進むのが。あー、なるほどね。これは両方見る派です、僕。そう、いいよ、全部見るね。あー、気も使った、もう完璧じゃない？めっちゃ泣いてるよ。でもね、磁石かっこよすぎ、マジで。反発がめっちゃいい。上手くなってるもんね、単行者。あ、本当に、もう今日のためにね、もうこそこそ最低限できるぐらいにはやってます。よかったやん。今シーズンはどっち回すの、ハンターとサバイバー。いやー、でもちょっとね、この中野かっこよすぎてサバ行きたいなと思ってる。でも S は無理じゃない、単行者の。単行 S、まあやれば多分いける。ほんとに？いける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 。結構な日中争いになるよ。なるけど、あ、取れないことはないね、絶対。まあでもサバイバーもなんだかんだ。あー、大丈夫かそれ。取るって決めたら取るけどね、ゆいさん。そうなんですよ。ここ間に合う？でもナイス。あー、ナイスナイス。でかっ。てかコート脱いでるのマジでいい。このね、コート脱ぎ中夜はね、0.5 でも入ったらね、脱ぐんだよね、すぐ。さあ、なんとか。参考者は、UR の骸骨のやつわかる、紫の。骸骨、ああ、あれでしょ、一番最初のやつでしょ。派手なやつ。あれぐらいしか持ってないけど。あ、低かった、でかおかしいな。1個分だけ使っちゃうか。あ、別に切れる。入ってる。9打ちたいんだけど。オッケーオッケー。まあ、余裕あれば、まあ、通電後持っていてもいいよ。そうだよね、通電後にしようかな。オッケーオッケー。まだなんとかなってるよ。あぶねえ。持ってるけど、これは回避できそうかな。オッケー、囲い込む回避。まだ大丈夫、まだ大丈夫。でも上がりそうやね。うん、このまま行けば。このゲート開けたいから、こっち。回復この辺線遅いけど、なんとかなる。あー、これ鉄かさか使っちゃった。これ温存しときたかったな、通電後まで。あー、まだ追ってきてる。あ、ガッツリ追ってるもん。うん、1回分タックル使った。多分湿気でやってきそう、2回分回収。オッケー、もうこれ多分殴る。オッケーオッケーオッケー。で、しかも場所がまた船に帰ってきてるから、最低限は伸びると思う。もうね、こっちすぐ開けてるし、来てくれたら。あー、こっち来てる、こっち来てます。あ、てかなんか足跡なくなってるわ。これ負傷したらなくなるのかな。なんか足跡赤いのがずっとバーって最初出てたんだけど、なんか負傷したらなんか消えた。足跡消えるとか、コート脱ぐとか大変やね。うん、そうね。これどれが携帯品でどれが衣装の効果なんだろう。ちょっとこう2000名行くまで。足跡なんじゃない多分。あれ変えていろいろやってみるわ。携帯品は。まあそうだね。ハッチある？そっち。こっちはね、ないけど、一応ゲート向かってるかな。あ、オッケー。ゲート向かってはいるけど。開いてるし出れるしで。でもゲートはちょっと無理かもな。これハッチの皆さん、あ、いる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 。こっちが来てるけど。うん。あったら出るわ。確かね、この辺にあったはず。ここかここ。ある。あら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 。オッケー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 。よし。さあ出よう。これ磁石どんな感じなの？ちょっと置いてみるわ。さあ、置くと文字が、わあ、すげえ、めっちゃかっこいい。おお、すごい。はい、まあ、という感じで、もう一回遊んでいこうと思います。
さあ2戦目遊んでいこうと思います。やっていきましょう。でですね、この衣装と携帯品どっちがどっちの効果かなってちょっと試してみたんですけど、このね結構携帯品の効果が多くて、このね磁石切り替えのこのモヤモヤとかも全部携帯品の効果だったし、この足跡これもね全部携帯品だったわ。じゃあ携帯品を買うっていうだけでも、うん、まあありではあるかなとは思う、うん、けどでもやっぱ本体じゃない？っていうのが、うん、なおいいって感じか。しかもね、結構やっぱ値段がねセットで買ったらちょっとプラスすれば頑張れば買えるから、そう、どっちかっていうのはさ、家庭で買える、ゲットできるっていうのが、あ、死ぬ、これ死ぬ、これいいよね、購入品。さあこれコート脱いでて、マジでこれ背高く見える、背高いんじゃないかな他のキャラクターよりっていうぐらい高く感じる。参考者の中でも、え、それだよ、うまっ、なんで、いや、わかんない、いや他のサマイは全員身長大体一緒だけど、うん、なんかすごいやっぱり、ね、スタイル力見る、死んだわ死にました。早いです。はい、こっち来てたんだ、普通に携帯話したら終わったわ。で、あとねこの磁石の反発とかのその特殊エフェクト、文字が出たりとか、あれも全部昼夜だから出てるんかなと思ったら、もうそれも全部携帯品だった。その磁石の引き寄せの線とかもそうだし、それも全部携帯品で、で昼夜が関係するのはやっぱその昼夜の携帯変化、うん、コート脱いだりとかやっぱあの構えてる時にモードが変わるとか、あとあのあれかオーラまとってるとか、あーそうそうそう、とかは昼夜だったね。へえ、意外にもやっぱ携帯品がかなり仕事してた。なるほど、あいけるか、あ頑張れ、あっほんとめちゃめちゃかっこいい。オッケー、ナイスキッション。足速すぎ、ピア効果プラス鉄加速、これ伸びるかも。あれだ、ウェーバーの法則、うん、あれ強いなって思う。いやあれはめちゃくちゃ強いですよ、ね、うん、なんか気持ち降ってきた、降ってきたんだけど、あ、なんかワンチャン見えちゃったかも。うん、ナイス、いい感じ、なんか噛み合った、俺側で。で、ちょっとこう使う場所をどこにしようか。あーそっち、いやなんか逆に難しいな、自分だったらここ縦出すだろうなっていうところで逆出されるとマジそれで毎回食らってるわ。オッケー、これ伸びる、これ伸びます。慣れてきた、だんだん慣れてきました。この人のガラディアの出し方分かってきた。あるよね、そういうね、うん、やっぱ人によって違うね。さあもうちょい伸びと、やり方がホテルの中か。あ、でもユイが休止してるっていうのもあって新規回してる感じか。うん、まだ多分大丈夫だよ。オッケー、あ、飛びすぎ飛びすぎで、え、そんな突っ込んでくの、この人全部板突っ込んでくる、もう男の板突っ込みしてくるわ次絶対ガラディアできそう。わ、うん、どうだろう、無理かな、うちの結構伸ばし、そうやね、伸びたらいいね、10ワン伸ばし、そうだね、まあ10と多分ね救助される頃には磁石溜まるから、うん、それでなんとかなりそう。オッケー、とりあえず9の行くわ、うん、てか今回さ4人ともみんなポートマフィアの衣装着てさ、あ、そうだよそうだよ、黒色で超かっこいいよね。そうなんですよ、なんかやっぱ武装探偵者より全員ね、あのスーツって決められてしっかりしてるから結構みんな、あれだけよね、曲芸師だけ、あ、自由な感じはあるけど、あー、ああ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 、防がれてますよ。オッケー、大丈夫、もう全部使う、全部使う、大丈夫大丈夫大丈夫。オッケー、でこれ何もないからまだ大丈夫、もう一周しようかな。ナイス、多分武装探偵者もやっぱスーツは着てるけど結構みんな自由なスーツではあるじゃん、だからやっぱポートマフィアの方が全員黒スーツっていう統一感はある。塞いでる。オッケー、ナイス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 、何だったか分からんけど、いやいいよ、でも殴ってる、追えないよ多分、もう一周行きましょう。あ、ナイス、オッケーオッケー、これ俺もうここの住人になるわ、もうここで一生住むわ。新規回すっていう方がいいね。いや、僕回さないです、僕回さないです、ここうん、仲間の人入れ替わってくれてるまあ袋あるし絶対救助はできるはず、いいよ、溜まるし、いいよいいよ、あ、いいよ、その袋、ナイス、安全、壁できたらマジで最高。お、でかーい、殴った、うん、殴った、あ、でかいいね。で、その後絶対こっちが様子見に来る、来ない、うちの方来てるね、持ってる、もう家は離れたと思ってるかな、うん、じゃあそのまままあダブル救助行こうかな、うん、でもマジちゃんの方に瞬間するんだったらそれはそれで勝ち確だし、いいんじゃない、順調に勝ちペース来てますこれ、いいね、めっちゃ俺にスキル使ってくれてる、これいつまで多分ないよあんまり、ナイス救助、ナイス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 、オッケーオッケーオッケー、もうちょっと、あ、オーラすごい見えるわ、でしょ、うん、身長高いんだよ、良すぎ中也くん、良すぎ中也くん、助けて、ナイスナイスナイス、あ、気持ち、あ、ナイス、あ、止める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 、止めて、いたで、ナイス、でかっ、任せてください、お弱発動中ですこれ、まだ大丈夫そう、足跡みたいなやつ、もうこれ全部見えたけど、あ、見えた、うん、めっちゃ目立ってたね、めちゃくちゃすごいよこれ、それ不利にならんの大丈夫、あ、でもね、ウィストのやつもちゃんとエフェクトオフにできるから、多分第2弾も追加されてる、仲間にとってもね、うん、見やすくていいと思う確かに、あ、あいつあっち側行ったなって、そうそうそう、かなり濃かったね、かなり運でしょ、はい、読み合い、ここね絶対突っ込んでくるから、うん、はい、オッケー、最高、よしよしよし、いけるかも、これ4人いけるかも、ワンチャン、
さん来た来た、あーしゃ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 、いける、あーめっちゃ広津さんが叫んでる見ちまった、あぶね、あいけるかも、ガテマない、あー袋もついてる、かわいい、はい、オッケー、ナイスよ、逃げということで、ご視聴ありがとうございました、バイバーイ。